んにちは。さあ、豊さんの今年の開幕前にやらなきゃいけない重大な任務があります。これ一番嫌だな若い時ってさ、はい、怖いもの知らずってあるよね、はい、まあそういうことで、うん、ポン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 勝手なこと言ってたけど、うん、はい、これやっぱり人間関係とかこう深くいろいろなことになってくるとまあ忖度じゃないけど、はい、なんかこうモヤモヤしたものがあるよね。そうですね、あの会に予想してたチームの監督とお会いするとかね、なった時にちょっとなんかまあ最近コロナでお会いしてないからいいんだけど、そこは、うん、それとやっぱキャンプに行けてないとか、オープン戦もなかなかこう、はい、まあ、ずっとテレビでは見てるんだけども、うんうん、なんかこうテレビでは伝わらない現場の雰囲気だとか、はい、いろいろあるじゃない、はい、だからあれを感じ取れてないっていうのが、うん、まあ一つちょっと嫌なところだな、まあ、挨拶もできてないのに、うん、勝手に言いますよ、うん、まあ、例えば監督でもさ、はい、取材行くと、うん、いや今年ちょっと厳しいかもわかんないですよねってはっきり言ってくれるんだよ。あ、そうなんですね、うん、ちょっとね実はこうでみたいな、あの選手はねとか、はい、まああるんだよね、愚痴をこぼしてくれることが、はい、まあそれによって順位っていうのは、うん、こう俺の中では決めていったつもりなんだよ、はい、でも一回も当たってないんだけどさ、うん、そうですね、いやただ A クラスと B クラスは当たったりだとかはい、はい、その順位が違って、うん、そうですよねってお前言ったいな私あんま当たってない当たってないよな、そうですよね、まあでも優勝チームは当てたりだとか、あのそれありますよ ね、 あるよね、セーブとかそうそう、いやだからまあやらなきゃいけないけどね、解説者としてはね、そうです、はい、というわけで今日は最終盤です、はい、今年の順位予想をやっていきます。はい、まずはじゃあセリーグからいきましょうか。どっちからいくの？ここはもう6位、あ、5位からってことかな。いやいや、5、4、3、2、やっぱり優勝からいこうよ。どっちが見てる方あれかなと思って。いや、やっぱり優勝、優勝から、優勝からの方がいいんじゃないので最後こう5位、6位、俺のチームが出てこない。いやいや、これはなんでかというと、はい、だいたい平均視聴率の時間っていうのがさ、うん、6分から7分長くて8分なんだよ。はい、最下位ってあんまり見ない。いや、ファンがいるから。じゃあ2位から行って、最後1位と6位を行きましょう。はい、そしたらまず2位から行きましょう。豊さん、はい、じゃあ今年2位のセ・リーグのチームはどこでしょう？中日。あれ？中日、前回の A クラス、B クラスではそんな順位や上がってましたっけ？ A クラスに入れたんじゃない？3位ぐらいになったんじゃあ2位。あれ？これは？これはね、はい、まあ、高橋周平がやっぱ復活するということだよね、うんうん、まあ、それと、うん、あそこの投手陣を見てるとやっぱ安定してるわ、うん、やっぱいい、うんうん、はい、うん、それとやっぱ新監督を迎えての選手たちの緊張感、はい、まあ、これがいい具合に伝わってるかなっていう、うんうん、立浪監督も昨年戦ったメンバーよりは多少こうコンバートしたいだとか、はい、まあいろいろこう試行錯誤しながら、うん、昨年と変わった形にはなってきてるよね。おー、いや俺は昨年の形であれば、まあ、3位4位っていう風に、はい、多分したと思うんだけど、うん、新しい力を求めてるというところを考えるとやっぱり何かの変化はしてくるのかな、うん、多少打てるようになるのかなっていう。中日っていうとやっぱりその投げ抜いて勝つイメージなので、その打つっていうことが課題だったんですけど、うん、そうその打つが今年何かしらちょっとやっぱり変化というか、やっぱり違うと思うよ。石川を使うだろうし、鵜、うん、はい、飼っていうのもどういうふうにチームに入ってくるのかとか、メンバーにねとか、いろいろこう楽しみな人間っていうのはたくさんいるんだよ、はい、ただ、まあ、例えばね、あそこはねレギュラーがしっかりしてた、はい、まあ、例えば木下がいて、うん、ビシエド、ね、阿部、高橋、はい、京田っていう、うん、これ変えないんであればさ、はい、昨年とのこうプラスっていうのはなかなか難しいと思ったんだよ、うん、でも高橋周平をセカンドにやったりだとかさ、はい、石川をサードに、ね、回したりだとか、まあ、いろいろあるし、はい、うん、だからそういう意味からすると、まあ、昨年よりは得点力はアップするのかなっていうふうには思ってる、うん、じゃあそういう意味で昨年プラスアルファ、うん、新しい戦力だったりその打つ打のところで刷新されたというところで2位、うん、ちょっと打てば上に行くよ中日は。 そうですね、あの投手陣だもん。そうですよね、うん、バンテリンドームっていうところから打たれにくいっていうやっぱピッチャーそう、ね、まあまあそうだね、まあ他も半分使うんだけどね、はい、でもまあそのバンテリンドームで投げてる自信っていうのが他に行ってもやっぱ通用するかなっていうような感じがする、うん、はい、じゃあ2位が中日、うん、じゃあ3位です、ヤクルト。確か前回の A クラス B クラスでは B クラスに入れてたかな、これは入れてた。かな、まあ、まあ、
ヤクルトの球団の気質として、はい、優勝したら4位、また優勝したら4位っていうのがつながったけど、今年ね、メンバーはある程度固定はされてるんだけど、はい、若手が出てきてるよ。さらにまたってことですね。やっぱね、長岡とかショートの、はい、でキャッチャーの内山、はい、いい。おこれはね、まあ、今年は無理かもわからないけど、もうレギュラー候補だよ、うん、それと浜田とか、はい、結構いるんだよ、いい若手が、うん、それもレギュラーを取れるような、レギュラーを任したい若手がいる、はい、でこういうチームっていうのはやっぱうかうかできないし、うん、チーム内での競争っていうのが激しい、まあ、それと延長12回ということで多少の若干の不安はあるんだよ。やっぱリリーフ投手陣で、まあ、昨年は優勝できたのかなっていうような気もするしね、まあ、そこら辺がやっぱ3イニング伸びたっていうことはやっぱ枚数もいる、はい、ただいるピッチャーも、ピッチャーもいる、うん、それだけ経験してる人間とか、はい、それと清水が一番心配だったんだけど、うん、清水がやっぱマウンドに登ってるから、昨年72試合投げて、うん、疲れ知らずだな、あの子はすごいスタミナすごいですね、うん、あのぐらい2年連続で投げてるとやっぱちょっとガタッと来たりとかもするんだけど、はい、1年間ね、だけどそんなことない、いい緊張感であの子はやって、はい、だからまあ3位かなと、まあ奥川と高橋奎二、はい、この右左の若手のエースっていうのがチームを引っ張り、うん、まあ、石川も投げれるし小川もいいし、はい、っていうことを考えるとまあそこそこはやっていく。ただやっぱりそのどうしてもその3位っていう位置になってしまうかなっていう、まあ中村が怪我をしたよね、はい、キャッチャー、うん、あの子はやっぱ守りの要でもあるし、打線のその6番という、昨年中村があの6番で責任を果たせたから俺は打線が流れたと思うんだよ、はい、で今年ね怪我をして、まあ、そこまでいいかなっていう、昨年ほどバッティングが、うん、まあ、そうなってくると得点力が多少落ちるかなっていう、そこを加味してってことですね。そこはちょっと、うん、心配、そこに代わりに誰か入れるといいんだけどね。なかなか難しいですね、キャッチャーに入れる子はいるよ。でもあ、そ、その長岡とか、はい、あ、いいよ、そうか。でもね、ヤクルトはねこれから黄金時代が来る。おお、いや、そのぐらいメンバーいるから、いい具合に若手が育ってきてる。だからドラフトでさ、はい、失敗だ失敗だってくじも当てない当てないとか、うん、いい選手取ってるよ。じゃあ安泰ですね、ここから。まあ安泰って、まあ、これからね、うん、やっぱこう気を引き締めて、はい、やっぱりやっていかなきゃいけないんだけども、はい、来るよヤクルトは。注目ですね、楽しみですね。ああ、楽しみ楽しみ、はい、さあちょっとここからはちょっとね、あの寂しい順位発表になっちゃいますが、はい、B クラスの4位いきましょう。4位巨人。巨人 A クラスに、まあ、あれ3位だったの。あ、この前の動画で、はい、巨人の優勝できない理由、はい、言ったよね、はい、ここではまだ言わないですよね。 お前、いや、言うよ。もう言う、それ動画にしないんですか。いやいや、それ一本の動画にしたら重いだろ、お前。そんな長く喋れるネタじゃねえし。あ、そっか。うん、森藤占い好きだよな。あ、好きです。結構好きだよね、はい、統計学とか好きだよね。あ、好きです、統計学占ってもらう。巨人で、虎年で優勝したことないんだ。え、そうなんですか。うん、過去を振り返って。あ、そうなんですか。まず優勝はないと。だから統計学からいくとやっぱないと。でもだとしたら2位とか3位とか、まあ、A クラスでもいいんじゃないか。ただオープン戦が悪すぎるわ。そうなんですよね。ああ、オープン戦 あの心配な種ってやっぱり 1,2 番が決まってないということと、はい、まあ、打順で悩んでるということ、うん、まあ、それと若手は目立ってるけども、うん、若手を誰を使うのかという、うん、結局そうです。うん、だから投手陣がやや経験不足になるのかなっていうような感じを受けると、はい、ちょっと今年は厳しいかなっていう。このやっぱオープン戦での試合が、あの試合というか内容が今シーズンにも響いてきそうっていう、多少。そうだな、あのね、強いチームってやっぱオープン戦でも別に勝敗は気にしてないよって言っても勝つんだよね、強いチームは、はい、うん、だから結果が出てないっていうことを考えるとちょっと巨人は厳しいかなと思う。で、打つ方、そのまあピッチャーもそうですけど、その打撃の部分でもやっぱ 1,2 番が定まらないっていうのが大きいです。クリーンアップはもうあるとして、それはさ、はい、重量打線につなぐのに、重量打線が、まあ、例えばチャンスメイクをして下位で返すっていう風になってくるとさ、ちょっとやっぱ足が使える選手がそこら辺にはいないからね。だからホームラン待ちかなという。
ただ中田がいいから、うん、そうなんですよね。4番5番でちょっと困るな4位だあれ、まあね、4番5番がしっかりしてたらなんとかそこでっていう、まあそうだな、うん、だからまあそこら辺がちょっと俺はちょっと厳しいような気はするけどね。そうなんですね。いやね、オープン戦では結構ね若手選手がどん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 出てきてはいるんですけど、だけど定まらないってことなんですね。あのね、他のチームの新鮮さと巨人はちょっと違う感じがするんだよね。ちょっと重い感じがするんだよね。重い、うんうん、まあ、例えばヤクルトだったら長岡が出てきた、内山を何か使いたいとかさ、いろんな悩みがあるんだけど、じゃあ巨人の若手にそういう選手がいるかというと、まだ若いからね、まあ例えば中山とか秋広とか、まあ高校2年目の選手でしょ、高校から入って。だからそこら辺まだ使えるっていうほどの目処は立ってないんだよね。でそういう選手を一生懸命鍛えようとはしてるけども、今年出てこれるかっていうと、もう1年ぐらいかかるかなっていうような、だから新鮮さがあんまりないんだよ。そうですね、それは。だから現状で戦わなきゃいけない、まあ、そこら辺がね。ただ外人取ったしな。トランクとかね。ただ虎年に優勝できてないっていうのが、まあ、統計学的には、統計学的にね。あ、じゃあなんか虎年の呪縛っていうのがあるのかもしれない。あるのかもね。そうですね、うん、さあ5位です、阪神。巨人、阪神、去年の A クラスなんですけどね、うん、阪神ダメですか、5位ですか。ダメじゃないけど、はい、うん、まあいろいろ考えたよ、はい、だから矢野監督のそれはもう勝手だっていうふうに思うんだけど、うん、やっぱそれを捉える選手の立場からすると、はい、やめていく人間の話聞くか、あのもう決まってんだよ。そうですよね。でも次の監督の誰だろうって、誰だろうっていうのも気になるし、はい、じゃあコーチ陣はじゃあどうするんだって、就職決まってんのかって、現状残せるのかって、はい、でも次の監督がいらないって言ったら終わりだよ、はい、なんかだからその中で俺戦う選手、コーチっていうのはやっぱ厳しいと思うよ俺。ユダさん現にコーチされてましたから、うん、もしそういう立場になっちゃったらやっぱ1年間複雑な気持ちで戦う、まあ、でした。辞めるっていう人間は一生懸命戦って、うん、綺麗に辞めていきたいっていうふうには思うよね、はい、だけど受ける方はいやいや残される身だから、うん、それと捨てられる身、コーチたちは配慮はしてると思うけども、やっぱ就職活動もしなきゃいけない、やりながら、いや終わったらお願いしますよとか。仮にこれ優勝したとしても、うん、コーチもじゃあ来シーズン契約してくれるかって言ったら分からないわけですもんね、まあ、監督によってな、監督によって、うん、はい、だから、まあ、こうそう考えると俺は良くなるのか悪くなるのかっていう風な賭けだと思うんだよね、はい、矢野監督もそこに賭けてると思うんだよね、きちっと出てほしいと、うん、だけど俺は違う風に出るんじゃないかなっていう気がする。もしこれが矢野監督が辞めるとおっしゃっていなかったとしたら、その打撃だったりとか、例えばシーズン中優勝争いして、うん、ね、矢野監督が俺を最後胴上げしてくれと、はい、ね、今年で辞めるのはもう腹決まってると、うん、ね、そしたらわっと盛り上がるかもしれなかったけども、うん、はい、やっぱ言うのが俺は矢野監督のそれは勝手だよ、はい、矢野監督ももう本当に考えて、うん、あの時点で発表したと思うんだけども、はい、俺はそれはどうだったのかなっていうふうに思う。じゃあそのちょっと打撃に不安があるとかピッチャー陣に不安があるとかそういうことではなくっていうことですよね。普通には戦えると思うけど、うん、最後の一つの踏ん張りが効かないんじゃないかなっていうような気がする。とこなんですね。さあ残りは2チーム、1位と6位が残りました。今残っているのは DeNA と広島です。もうそれはどっちか分かるだろう。もうそうですね、ずっと言ってるんで、このチャンネルのファンの方ならどっちがどっちって分かりますね。どっちだ。もう1位が DeNA、 そして最下位が広島。 そうですよね。そうだな。ずっともう今年は今年はって、今年はやっぱり DeNA っていうのは、はい、まあ DeNA は後にするか。じゃあ、まあ、広島はね、うん、やっぱりこう鈴木誠也が抜け、はい、まあ、坂倉が2軍に落ちたりだとか、うん、あんまりこううまい具合に回ってるっていうふうに、うん、思わないし、やっぱ打順の組み方見てると小園を5番にしたりだとか、はい、やっぱ小園は 1,2,3 のどっかだと思うし、うん、まあ、俺が見ててちょっと違うんだよね。
考え方というかその、うんうん、やろうとしてる野球が違う。だから将来的にどうするんで、え、小園どうしたいのとか、はいね、西川どうすんのとか、はい、うぐさどうすんのとか、うん、中村翔成2番いいのって、うん、とか、いや思っちゃうんだよね。いやだからまあそこら辺で俺の感性とはちょっと違うんで、はい、まあ感性が違うと悪く見えちゃうよね。まあそうですね、合わないってことはあるし、選手はいるんだけども、うんうん、なかなかこう違うんじゃないのっていう勝手な予想だからさ、まあ、言えばそうです、ね、うん、だから、うん、まあそこら辺では、うん、まあ、そうなのかなっていうのと、うん、やっぱりピッチャー陣はピッチャー陣はいいけど、うん、やっぱ中継ぎがどうなんだっていうね、うん、まあ、昨年も中継ぎで泣いた、はい、まあ、今年が泣かないようにできているのかどうか、ね、はい、うん、まあ、そこら辺の問題だよね、はいはい、さあそして1位予想の DeNA です、うん、やっぱりよく見えちゃうんだよね、まあ、やってることがね、はい、明確で、うん、自分たち の, その足りないところ、まあ、そこら辺をみんなで埋めようとしてるというかさ、そこにチャンスを見出して若手なんか躍動してるというか、はい、まあ、森の怪我っていうのはね、うん、一つ勢いをなくしたようなところはあるけども、はい、まだまだじゃあ森で1年間通せるのかっていったらそうでもないし、うん、あとはやっぱああいう経験豊富なコーチ陣が帰ってきてどうなのか、はい、うん、まあ、桑原が悪いけど本ちゃんになったらやるだろうという期待、はい、やらなかったら俺が行っても頭かち割ったっていうような、はがいじめにして何やってんだと思う、お前陛下ってお前陛下だ、当たってでもいいから出ろみたいな何をもたもたしてんの何結果欲しがってやってんだみたいな、うん、まあここら辺何年契約したかわからないけども、はい、そこら辺で気が緩んでたら、うん、カツ入れに行った見てたらね、もう呼び出しだよ、もう俺が行くんだよ、お前ちょっと怖い、そう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 、家に呼び出してカツを入れる、そうそうそう、うん、まあそれと東がね、はい、開幕投手ということで、うん、まあ、東がやっぱりもう故障から完全復活、はい、まあ、投手陣も意外と揃ってきたしね、そうですよね、まあ、今永の故障っていうのはあるけども、はい、まあ、他はそこそこ投げれるし、はい、でロメロもいいし、はい、うん、だからまあそういう意味からすると、まあ、横浜来るかなっていう、うん、あとあの足も今年使えそうということで、そうよ、はい、だからまあそういうスペシャリストっていうのもね、うん、いるし、はい、で、まあ、メンバーがねどういうふうな構成になってくるかわからないけども、はい、まあ、延長12回1点を取るときにそういうダイソーっていうのも多分置いとくだろうしね、はい、だから三浦監督がやっぱ監督としてやっぱ慣れてきてるということもあるし、うん、だからまあそこら辺に期待だよね。そうですね、はい、まあ、勝手な予想だからさ、そうです、ちょ申し訳ないけど、うん、まあ、いろんなファンの方がいらっしゃると思うけどもね、はい、でもファンの方もファンの方でそれぞれ、ね、そうそうそう、予想は皆さん違いますからね、ただね目くじら立てるんだよお前何言ってんだみたいな巨人おじさん、え、4予想じゃないかお前この野郎みたいなまあそういうのはもう分かってます、そうです、ね、批判権の、そうそう、ね、でも予想というのはあくまでその個人の主観であるので、皆さんもね、皆さんのひいきのチームやっぱり1位にするでしょうし、まあそうだね、はい、それはね、どんな予想でもいいんですよ、うん、予想なので、ただね、一応あのプロ野球 OB として当たるか当たらないかっていうのはやっぱり気になるので、そこはね、うん、そうだね、はい、昨シーズンみたいなことにならないように予想したもん、まあそりゃそうだね、はい去年なんかヤクルトが優勝するなんか誰も予想しなかったからね、あとオリックスもそう、オリックスもそう、そうです、だからまあ予想ってそんなもんだからさ、そうなんです、あんまり目くじら立てないように楽しく見てください、そうですね、ということで次はじゃあパ・リーグ行きましょう、はい、はい。